時間どうしたの、声聞きたくなっただけ、一言つぶやいておやすみ。友達と食事してる時も、帰り道地下鉄の中でも、古墳を切り君からのエンドレスなメール届いて、二人が会えない時だって僕は君を思ってるのに、お天気だって離れていたくない、そう願う君が切なくて、恋も仕事も友情も全て本日にこなせる自信はまだないけど、僕5センチ以上。